はい、続きましても丸山より嬢さんの昭和搭載メスサイズが36センチです。お願いします。はい、こちらもセブンという系統になります。まあ第2産の古い血筋なんですけどね。まあこの魚の一番の魅力というのはこの見せ場がね、いろいろなところにあります。まあ全体的な模様、この丸点ね、それにこの肩口のこの紅白地、こちらの墨ですね。そしてまあ口墨の方もね、うっすらあります。顔の方にも将来墨なんかが出てきた時に、ここの何と言いますかね、非常に見せ場の多い魚ですね。そして背中のね、紅、墨で汚してないところに、この白地に入っている墨。でね、オドメにも白地を見せております。で、元黒もしっかりしており、非常に素晴らしい縦鯉だと思います。まあ私もね、この魚、本当に将来を見てみたい。ね、2年後、3年後というね、姿を、ぜひ見てみたい、一品でもあります。はい、本当に、体のラインもね、素晴らしいですし、まあ、将来ね、墨質なんかも、非常にいいものになると思いますね。まあ、ここのね、重ね墨は今出てるんですけど、今後この白地にある墨の出方次第ではね、品評会なんかでも楽しめる非常にいい一品ですね。本当にこれからは楽しみになるようですね。そうですね、はい、まあ体のラインもスーッと してるんでね、とにかく大型になる雰囲気を持ってますね。の揚げが楽しみな声ですね。はい、そうです、はい、いかがでしょうか。丸山洋二郎さんの昭和搭載メスサイズのものが36センチになります。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。